はい、皆さん、こんばんは、こんにちは。元公立高校理科教諭のちょぼ先生です。ちょぼっとサイエンスのお時間となりました。ちょぼっとサイエンスでは皆さんに、ちょこっと、ちょぼっとサイエンスに触れていただいて、科学的思考力を身につけて、理系頭になっていこうということを目的に配信しておりますということで、皆さん、ゴールデンウィークはどのようにお過ごしでしょうかね、ということで、まあ大半の人はですね、今日、明日、明後日は、 まあ仕事だと思うんですけども、比較的ね、今日ね、車の交通量なんか少なかったなっていう気がしたんですけども、皆さんどう思いましたかね。えー、まあ自動車メーカー、製造メーカー、まあトヨタ系列のね、まあ会社が多いですから、まあトヨタはね、最大10連休だと思うんですけど、えー、まあそれに関連するトヨタ参加の、まあ、工場とかは、ね、トヨタがやってないんだから、まあクローズのところが多いっていう感じがしたので、なんか、 ね、工場とか見ると、クローズのとこ多いな、というふうに感じたんですけども、まあいいですね。最大10連休ね。まあ海外旅行の方もですね、もう割とまあコロナ前に戻ってきたということなんですけど、とんでもない円安ですから、えー、まあ韓国とか中国とか、 まあ台湾とかですね。まあ格安旅行が人気ということでね。まあ戻ってきてはいるんだけど、なかなかというところなんですとかね。ということでね。まあ、またね。まあ週末は4連休の,、ね、の方が多いですから、まあしっかり休んでね。まあゴールデンウィークその連休明けてしんどいですけども。 次は夏休みに向けてね、頑張っていこうっていう感じですかね、ということでね。今日のお話はですね、久しぶりにコロナ関係のお話をしたいなと思うんですけども、どんなコロナ関係のお話を取り上げるかっていうとですね、先週ですかね、結構ね、センセーショナルっていうかですね、やっぱりかっていうところもあるんですけど、結構大きなニュースが流れてたんですね。あんまり取り上げられてないので、そういう政府の ま考えなのかなっていう感じなんですけども、え、何かっていうとですね、日本政府がコロナワクチン推奨動画に、え、合計3200万円払ったというね、ニュースが飛び込んでまいりました。まあ、要はですね、YouTuber にお金を払ってワクチン打ってねっていう、そのワクチンのその仕組みであったりとか、ワクチン大丈夫だよっていう動画をですね、 政府がお金を払って、え、YouTuber にね、そういう、もうコロナのワクチンを打てないっていう動画をね、制作したというね、まあ、とんでもないニュースがですね、流れてきたっていうかね、えー、出てきたわけなんですよ。で、これね、何かって言いますとですね、えー、参政党の、えー、今ね、勢いのある、政党団体ですね、まあ、参政党の神谷総平代表がですね、まあ、国会で質問したわけなんですね。 えーま、23日の、えー、参院財政金融委員会で神谷総平氏がですね、えー、政府が YouTuber に費用を払って依頼していたのかという指摘があったので、えー、先日厚労省にお聞きしたら、厚労省としては予算をかけた候補はしていないと。で、政府全体としてこのような施策が行われてきた事実があるのかということを質問したんですね。そうするとですね、 内閣府大臣官房の政府広報室長がですね、こんなことを答えたんですね。新型コロナウイルスワクチンについて、ワクチンの特徴や接種の重要性など、正しい情報を知ってもらうために、YouTuber などを起用した動画9本を作成し、合計で約3200万円の支出をしたところでございますということを答弁したということで、 政府がまあ認めたわけなんですよ。YouTuber を使って合計9本の動画を作成し、3200万円、YouTuber、えー、に払ったよっていうことをもう認めたわけなんですね。うん。で、神、えー、谷氏はですね、続けて、厚労省じゃなくて、政府全体として出しているのか、えー、出しているのがありませんかと聞き直したらありますということが出てきたと。ね、さっきの答弁の言う通りね。 え、金額と本数が少なかったので、もっとあるんじゃないですかということはあるし、え、ワクチン推進のチラシ1枚で制作費1000万円、動画を作る,作るのに3200万円って少ないかなというふうに思っているということで疑問を 疑問視して、さらにこう追求していくということをね。まあ、ええー、その、ここか質問が締めくくってるわけなんですけども。で、まあ、続けてですね、答弁にあった動画9本について、どの YouTuber さんだと、だとかっていうのは、僕の方からは言わないけども、9本ってどの動画ですかと聞いて教えてもらいましたということで、まあ、特定も。 え、もうされていると、えー、いうことなんですね。で、まあ、さらに、それ以外にもあるんじゃないかっていうのを調べていかないといけないと思っているということと、やっぱりどか、どこにどういう予算を使ったかというのは今後のためにも大事と、えー、いうことをね、まあ、強調している、まあ、わけなんですね。で、その、ワクチン買いすぎて、廃棄に6000億ぐらいかかってるし、うん、で、え、さらにですね、この、まあね、この、 動画9本ね、制作したってことなんですけど、もうね、割れておりますし、えー、旧ツイッター、ね、X でも、まあ、結構、その9本誰なのかっていうのはね、もう完全に、もうあからさまになってるんですね。まあ、ここに言うのもあれかもしれませんけどもですね、まあ、参加 YouTuber ですね、まあ、U、UM っていうね、まあ、YouTube の会社があるわけなんですね、まあ、あのー、 <laughs> まあ会社でこう、ユーチューバーをね、この、なんていうかな、芸能プロダクションみたいな感じで、YouTuber プロダクション会社があるんですよ、うーね。まあそこに多分政府から3200万円、まあもらってるってことで、また、あ、多分もっともらってんちゃうかなと思うんですけど、えー、もう結構ね、言う、まあ、インフルエンサーですから、この有名なユーチューバーがワクチン推奨の動画を流してるっていうことは、ね、いや、売っても大丈夫かなっていうふうになるじゃないですか。ね、え、ね、例えばですね、はじめ社長とかですね、はるわん、 ノバマンさん、渋谷ジャパン、水溜まりボンドのカンタさん、ゴーキ、ユキリム、稲荷兄弟、いいんかなこれ。の、お、に、し、ろう、8人。で、9号のうちの1本まだ特定 <coughs> ちょっとされてないみたいですけど、まあ、この、そうそうたるメンバー。売り切あんま知らないけどね。うん、<laughs> YouTube そんな見ないで。は、ま、じ、あ、め社長はまあ知っておりますけども。はい。ハルワンはね、結構ね、僕見てましたね。このなんか、お料理動画をね、 えー、してね、この、はるあんさんが作ったキーマカレー真似して作ってみたら美味しかったんで、まあ、割とちょっと好意的に見てたんですけど、ね、っていう感じなんですけど、水溜りボンドもなんとなく有名ですよ、ね。聞いたことありますけど、見たことないけど。稲荷兄弟とかもね、お稲荷さんを作る兄弟なんですか、ね、よくわかんないけど、<laughs> このね、えー、8人の方がですね、まあ推奨動画を流して、まあ2021年ぐらいですかね。うん。で、まあ夢のがはじめ社長がですね、あのー、 えー、河野デマ太郎さんあの、何ですかあの、マイカードデマ太郎さんですかねはい。えー、の、とコラボ動画が結構、えー、話題になっておりましたよね。でもその時のその動画に見てみても、その時のね、えー、河野太郎タクワクチン担当省がですね、えー、その、はじめ社長との対談で、アメリカで2億回打っているんですけど、ワクチンで死んでる人は一人もいないっていうね。 え、発言をしてるということでね。で、もはじめ社長もですね、否定しております。まあ、広告案件ではないので、費用は一切いただいておりませんと。えー、動画の収益はも行っておりませんし、まあ、そういったね、まあ、事実はありませんということを言ってるんだけど、まあ、政府が3200万、まあ、払ってるっていうことで、ま、ウームに払ってるから、各それぞれの YouTuber の取り分はね、わかんないけども、まあ、ただでやるかねっていうね。いや、絶対金もらってねえだと思うんですけど、ね。まあ、まあ、ワクチンに対するね、まあ、配信は、 まあ以前からずっとしてるし、まあワクチンが出始めた頃からですね、まあ結構私は、半枠じゃないけど、もうちょっと冷静に見ようねっていうことは、まあずっと私の配信を聞いてる方はね、わかってると思いますし、うん、まあどっちかっていうと否定的な見方はまあしておりました。 はい。で、まあ、まあ、結果の中にね、病原体を直接入れるってことは、自然界では起こり得ないことなので、ワクチンのリスクとか、うん、ワクチン以外のものですね、まあ、無理やり炎症を起こしてるし、えー、ナノ粒子とかですね、えー、重金属入ってるしね、あんまりよろしくないんですよ。うん、だから、確かにまあ、その当時はあんまり冷静に考えられなかったし、ワクチンを打てば、まあ、世界は救えるみたいなね。えー、いつの間にかね、自分のためじゃなく、 人の命を守るために打ちましょうみたいなね。もうわけのわからん標語みたいなの出してきてやっておりましたけども、もうちょっ度冷静に考えようねっていうことはまあ言ってたと思います。でん、まあ彼らにはどうなんかな、リアルサイエンスはどうのこうのっていうのはちょっとね、ここかもしんないけど、まあうーん、まあなんか全部屈託して打たそう打たそうっていう風にしてたし、ワクチン買っちゃったから7回分。 8回分か。もう8回分もうすでにもう契約しちゃって買っちゃってるから、ファイザーとか、モデルナとかね。だからそれをまあ捨てるのもったいないから打たしそうみたいなリスクはどうのこうのわかんないし、えー、よくわからんけど、まあメッセンジャー RNA ワクチンね、まあ実験台としてね、使われたなっていう感じはまあ非常にしておりますし、まあこれが明るみに出てきたし、あまり大きな話題になってないけど、 もうこれ結構問題なんじゃないかなっていうふうにね、もうすごい感じるわけですよ。無理やり打たそうみたいなね。で、YouTuber 使ってね、まあ、キラキラにしてね、えー、すごいハードルを下げて、若者たちに。んで、打たしたっていうのは結構これは問題なんじゃないかなと思うし、もう本当にサイエンスのことをも軽視してるし、考えてないなっていうのはもう非常にこう感じますよね。なんかね、もう政府も来るかみたいなね。 もともとあんま信用してないけど、もうよりやっぱりね、ね信用できなくなったなっていうことと、やっぱり科学的な目で見たときに、何学んでも打とうっていうのは、うん、効果もよう分からんしね、正直ねで。で、ワクチンのその被害があったっていうね、健康被害があったっていうのもう国に訴訟してるし、国は認めてないけど、 ええ、まあ、まワクチンとの因果関係があったっていうのは全然発表もされてないんだけど、まぁ、だいたい2000人近くですかね、日本でね、まあ、それぐらいあるし、あるし。で、その、いろんなね、何回も同じワクチンを打つとね、これも以前配信しましたけど、まあ、炎症ゴミが溜まっていくから、よからぬ、その、健康被害がたくさんあるんですよ。うん、まあ、それはもう、事実として言うべきだし、2億回打って死んでる人いないとか、健康被害ないとかっていうのは、もう、それはそれで本当にデマだし、 なんかもうちょっと冷静に考えて、もっとリアルサイエンスのことをもうちょっと、うんやった方がいいんじゃない考えた方がいいんじゃないっていうふうにね、非常に思いますし、なんかなーっていうね、感じはしておりますね。ということでね、まあ、いろんな情報が溢れてるし、いろんな情報を取りに行けるんだけど、それの本当が事実なのかどうかって、ファクトチェックみたいなのを、ことをですね、やるためにやっぱりね、サイエンスのことを学んだ方がいいと思うし、トライアンドエラーでね、えー 新たなものをできていくっていうのもそうなんだけど、たまりにもやっぱり冷静に考えてね、<laughs> サイエンスの目でいろんなことを見た方がいいかなっていう風な、まあ、うーん、の契機になるという意味では、良かったのかもしれないけど、は、これ半年騙しに行ってるよみたいな。結局金かみたいなね、もう感じ思いますからね、ということでね、本当に、どうなんですかこれ。 なんかもうちょっと大きく取り上げてほしいんですけど、ね、もっと3200万じゃないと思うんですよね。もっとね、お金積んでると思うんですよね。本当にザルだし、その予算どっから出てんのかっていうのと、そのお金そもそも、我々の税金なんじゃないみたいなね、こと思いませんだからもうちょっとこう深く追求したこといいと思いますし、もうちょっと政治に対してね、もうちょっと深く考えないといけないし、自分たちも国民主権ですから、我々が一番ですから、やっぱり 投票でもしてね、票を持ってるから、ちょっともうちょっとかん、ちゃんと考えた方がいいよと、いうふうに本当に感じますね、ということでね、皆さんはこの、まあ、ニュース、ビッグニュースも大事件ですよ。どう思いますかということでね、えー、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆様さよなら、バイバイ。